どうも、おは、こんばんにちは。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりの方は、お久しぶりです。ホビドアです。今回はこの見下ろし型アクション、ダークマウスというゲームをプレイしていきたいと思います。このゲームはその名前の通りね、ダークソウルにインスパイアされたゲームなのですが、どうやら操作するのがネズミとのことなので、ちょっとネタが入ってる感じですよね。早速プレイしていきたいと思います。今回が初見なので、初プレイなので音量が高すぎたり低すぎたりしてしまう可能性があります。その場合はコメントをいただければ随時修正させていただきます。では早速プレイしていきましょう。あと言い忘れたんです、これPC 版を Xbox のコントローラーでプレイしています。おお、早速始まりましたね。唐突にこんな感じでね、インディーズゲームなので特にムービーなどもなく、左のあれがまんまだな。あ、スタミナがある。いわゆる R1 ボタンでこの攻撃、あ、強攻撃ある。防具あれ、パリーあるの？パリー、パリーはないみたい。あ、避けあるね、回避。何これ、 B ボタン特にな。思考が多分アイテム使用だけど、これ片手持ち両手持ちを変えてるのかな。あ、違いますね。縦で防御はできる。左側のゲージがよくわからないのが何個かあるな。一番上、左上が HP、 下のがよくわからない。その後0ってあるのが、いわゆるここでのソウルみたいな感じなのかね。下のは何だろう、バックアップ、バックアップというかバフかな。通れる？無理か。無駄よな。マップとかはイベントリー。あー、そっか。ここ、セレクトボタンを押すと、いや、これアクセスできるんですけど、そういうことか。で、今回ね、英語なんですけどね。ウェイトっていう概念があるね。モビメントスピード、下にありますね。あ、歩く速さだよね。101%。エキペットウェイト。装備重量2.3。スタビリティ21。スタビリティって強靭性かな。スタンダードショートソード。少ないダメージを与える。防御しながら攻撃をすることができる。あ、そうなのか。ビギナーシールド。少しの防具を与えるだろう。ダメージ、レンジ、ウェイト。レンジが当たる範囲だよね。スタードネス、ディフレクション、ウェイト、ブロックアングル、スモールトーチ。あ、トーチっていうのがあるんだ。ファミリアフィギュア。ああ、自動的に最後に通ったキャンプファイヤー、かがり火だよね、に生き返る。ただしマロウは死んだところに残る。マロウって骨髄だっけ、意味的には。骨髄、あ、それがソウルの代わりなのかな。死ぬと残るってことはそれだよね。なるほどなるほど。あれ、使えることもできるってこと。レベル、ヘルス、スタミナ、カパシティ、レジランス、デクストリー。何が何なんだろうね。あ、ウェポンスキルっていうのがあるね。スキル、ストレングス、プレシジョン。あれ、精密性だよね。ネクストレベル6。どういうことだろう。スタミナ、カパシティは？あ、カパシティは多分装備重量ってことかな。レジレンスとデクストリー。デクストリーはヒット確率？アビリティというものがありますね。あ、いろいろある。アドバンスドッジ、インクレスドッジ、ディスタンス。ドッジする？どっち？要は回避だよね。回避が遠くまで行くようになるってことでね。ランニングスイープアタック。ああ、どっちしつつ攻撃ができると。ああ、ゴースト仲間があなたを追跡するようになる。おほほ、いろいろとあるみたいですね、スキルとか。多分チュートリアルみたいなものが入るだろう。このまま行こう。で、マップが見れると。あ、ありますね。珍しい。大体こういうのってマップとか見れないですよね。では行きましょうか。このままこういうだけニュー。サーチザアリア。付近を探索しろと。主人公はここに漂流してきたってことだよね。なんかあるぞ。何これ。あ、マロウを5個手に入れた。やはりお金なのか。骨髄だよね。クイックアタックをするのに、R1 を押せと。厳密に R1 じゃなくてバンパー押せって言ったけど、ザ・デッド・フォレスト、死の森。A を押しっぱなしでダッシュできる。ああ、本当だ。何もないよね。
これ若干通れるんだよ。ほら。通れるけど、なんもないね。通れないよね、端っこ。さ、序盤だからアイテム欲しいよ、アイテム。敵がまだ出てきてないので、ちょっと怖いんだけど。あー、来た来た、何これ。これで強攻撃を行えている。あれは HP かスタミナなのか。あ、スタミナだ。アウトオブスタミナ、スタミナがなくなった。はっ、強攻撃でないと敵のスタミナというかガードを崩せないというチュートリアルだよね、要は。はい、オッケー。敵倒したけど骨髄は入手できないのかな。あ、キャンプファイヤーっぽいものが。ああ、キャンプファイヤーで休むことによって HP を全回復できる。ただし敵も復活すると出ているね。要はかがり火だよね。キャンプファイヤーで休んだ。OK。出てきてますね。つつこう。これ他に崩す方法はないんだろうか。こんな感じでぐるぐる回ってと。ダメだな。少し気になるんだけど、こいつら倒しても必ずお金が手に入るわけではないんだ。ほほう、それは困った。お金というかマロウだよね。これで一旦ここに、ここで死んだらここに戻ってくるのかな。なるほど。ああ、ブロックの仕方を教わっていますね。近くに攻撃する敵がいるんだろうね。はい。多分、スタミナ取られると、こちらも終わるんだろうな。ちなみに、若干、自動で敵の方を攻撃してくれてますね。ああ、マロウ手に入ったぞ。あれ、レベルアップはいつでもできるの？ 1 でレインフォース。どういうことだ？ 1 あれば、アップグレードできるってことか。OK。あ、キャンプファイヤーもう1個ある。わざとか。ああ。HP の最大値だよね。3上がると。アンドゥでやり直し。ああ、そっか。左上に1個分アップグレードできるよというふうに出ていますね。ああ、スキルが高いと、カーベットソード、スピア、ポールアームを使うのに必要。ロングソードとグレートソードを使うのに必要。10を超えた後は少しずつウェポンダメージが上がっていく。プレシジョン。パイロマンシー、火をつけるウェポンと棒ってことは弓矢だよね。を使うために必要。なるほど。どれを上げるか考えてやらないとダメだね。あ、これが高いほどスピードが上がる。まあスタミナだよね。ヘルスポイント。あ、これが高いほどダメージを食らってもこちらの攻撃が持続するというものですね。スタビリティが上がるのか。デクストリー。デクストリーは下のアタックスピード。あ、アタックスピードが上がる。そのまんまですね。どれ取るよ。とりあえずソード使いたいのでこっちを上げようかな。その方がいい。無難に HP 上げるか。まだ分かんないし。無駄に HP を上げよう。よし。HP の最大値を上げたぞ。さて、サーシュザリア。何をするにもスタミナが必要なので気をつけるようにと出ましたね。あ、やばい。つつきまくって、やばいことになったな。あ、最初の敵以外はちゃんとマロを落としてくれるのかな。おっと、これで1レベル上げることができますね。あ、やっぱりか。お、25。やべ、これは4上げられるぞ。どうしよう。 A を押してドッジをすることができるよと出ていますね。いきなりすげえレベル上げられるんだけど、どうしよう。困ったな。全部これ2とかは危ないよね、絶対。レジランス。これ多分、でもちょっと上げとかないと、後々多分辛いかな、あれは。どうしよう。ソードに入れるべきなんだろうか。これがまあソードなんですけど、どのぐらい変わるんだろう。ちょっと待ってね。今ダメージ14じゃないですか。試しに1点だけ振ってみたいと思います。ちょっと離れてと。
1点だけストレングスに入れてみよう。はい、変わらないかも。1点だけだとさっき14でしたよね。やはりダメージ的には14で変わってないね。 OK。 どうしようかな。あれ多分でも死ぬとなくなっちゃうからな。これがでも高くないと、要はおいおい入手した装備を使えないってことだよね。多分使っとこう。これに全部一旦入れてしまいます。 OK。 アビリティはどうするんだろう。これ手に入らないのかな。どうなってた。あ、アビリティポイントを手に入れた。スイープアタックナウインザアビリティメニュー、これか。これを取れって出たんだよね。アビリティポイントってどうなるんだ。ダッシュをしつつやるとダッシュ攻撃ができるようになる。これか。あ、これはちょっとでも使えるな。あれ、どっちの ディスタンスを上げるってやつがちょっと欲しいよね。あれでもどうなるんだこれ。何をするともらえるの、アビリティポイント。一定レベルかな。何これ、敵。おお、しかし凝ってますよね。こういう演出が暗くてよく見えないのが恐怖を誘うよねと。おお、怖い怖い。だよな、だよな。言った俺がバカだったよ。よーし、下がろうか下がろうか。こいつらすげえ、背中見せるとダッシュで来る。ほら見てよこの狡猾性。狡猾なやつらめ。ちょっと待てよ。やばいやばいやばい。つつかれただけでも死ぬぞこれ。でアイテムは、アイテムはなし。なしか。ごめん、俺これ HP 回復するアイテム欲しいんだけど、ないよね。マロウを手に入れた。だがまだこんなにもないよね。一旦進んで死ぬか。死ぬ気がするけど一旦進んだ方がいいかも。これマップあるから、まあまあある程度は、ある程度いいで大丈夫だろう。進んで死んでしまったとしても、まあいいさと思っておこう。進めないよね。 OK。 おお、おお、 OK。 お前は確かくれるんだよなマロ。これ盾構えた状態で攻撃できるのがいいよね。あ、必ずマロをもらえるわけじゃないのか。そんな、くれよマロ。しかしかがり火多いな。いろんなところにいるよね。とりあえずこれをちゃちゃっと、今使ってるのショートソードだっけ、これちゃちゃっと上げてしまいたいな。他のも上げたいけれど、スタビリティか。スタビリティいらないんじゃないかな。とりあえずストレングス、ザ脳筋。おっと、ちょっと待ってね、マップ確認しよう。一旦下がって左側探索した方がいいかな。そこでも何もなさそうだよね。一旦このままでいくか。やはりか、なんかいると思ったんだ。はい、オッケー。ただ一発もらってんだよな。回復は、回復はどうするの。ないの、エースとビン。レンジ、ちょっと待ってね。ショートソードやってるよね。これはタイプスラッシング、あ、切るタイプのやつってことか。スモールトーチ、よし、 OK。 大丈夫、大丈夫じゃないけど大丈夫。マップを使用することによって自分がどこに向かってるのか確認しろと出ているな。あの上の方に赤いマークがあるから、あそこ行けってことだよね。要は敵はいるね。クモメ。おうおうおお、危ねえ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 。スタミナ切れた、スタミナ切れた。これスイープアタックな、アタックなかったら詰むよね。はいはいはい、クモクモクモ。疲れたよ。カモン。あ、よし、行けた行けた行けた。大丈夫大丈夫。ここ行けそうだよね。しかし、うちのネズミがとこ
湖とか走るのが面白いんだけど。ちなみにこいつはなんでここに漂流してしまったんだろう。どこ目指してたんだ。アイテムアイテム。ピックアップはフレームバースト。ラージフレームバーストだとライトエネミーズオンファイア。うん。プレシジョンアタックはファイアと use this weapon。プレシジョンを上げないとこのウェポンを使うことはできない。使用するのに限度のある火を放つ武器。フレームバースト。タイプバーニングレンジ。プレシジョンが2にないと使えないと出ているな。レンジ。ラージフレームバーストだとライトエネミーズオンファイア。ああ、プレジオンにとりあえず1点後で振ってどんな感じか。おお、これ当たるのか。ちょ待って、当たるつもりはなかったんだが、キャンプファイアない。おーおーおーおお、2体まあいったな。ちょっと一旦早めに1体なんとかしないと。これかダメ元で。よし、いけた。マーロー入手。これ罠に引っかかった時点で終わるよね。キャンプファイヤーどこ。あ、やっぱある。死んだ。最悪だ。最悪の死にざまだ。はい、戻ってきました。そうですね、持っていたマーローを全部落としてしまった。死んだ場合はマロを落とすので気をつけようと。もしこの状態でもう一度死ぬと当然持っていたやつをなくしてしまうよと出ていますね。さて、ここクモ確かいるんだよね。そうですね、なくしてしまうよと出ている。どうするよ、このまま一旦上の方に行くか。さっきのやつ回収しに行った方がいいよね。あとでもあそこ誰かがすすり泣いていたような感じだったから、もしかしたらボスかな。はい、 OK。 でこっちだよね、さっきのは。ちなみに落としたところ表示されるや。あそこにびっくりマークあるけど、俺の死体のせいなのか何かイベントがあるのか。よし、いける、いける。でここに2機体いるんだよね。あいつらは復活した、復活した。一体のみおびき出すことに成功した。狙ったわけではないんだけど。よし、マーロー入手。そして入手数がシビアだよね、まあ、序盤だからだと思うんだけど。ほっ、自分のマロを取り戻せと。4か、4って下に書いてある。5復活したって出てるな。あ、ここ通りにくい、通りにくいよ。地味に怖い、このトラップ。ネズミが鳴いてんのか。あ、こんにちはっす。 X ボタンでトーク。あ、はいはい。あなたは正気のようね。はい、正気なんですよ。あなたは誰ですかと。まさか書くということになるとは 思わなかったよ。ホビドアです。はい、ああはい、そうなんですよ、そうなんですよ、名前なんですよ。はい、なんか変な名前ですねと軽くですね。カサダーのアンナです。この人はカサダーのアンナだということです。ああ、自分の村のために食料を取りに来たのですが、なんか怪我をしてここら辺で困っているようです。ああ、村まで連れてってくれるかと聞いていますね。もちろんいいですとも。リードザウェイ、連れて行ってと。あの、いいんですけど、いいんですけど、村がどこだか分かんないんですよね。お、ロングソード手に入れた、やったやったよ。これが欲しかったのさ。ほら見てよ、ストレングスが2つ必要だってよ、皆さん。ウェイトプラス1だな。大丈夫、重さ。Right。どうよ。あ、モビメントスピードすごい下がった。上がねえと。あ、ロングってこういう感じなんだ。あ、防御しながらの攻撃できない。あと、大振りと小振りの攻撃の差がよくわからない。ロングソードって、要はヘビーウェポンってことか。OK。
私は気に入った。あ、使うことによって HP を回復することができる。スカースアイテムってなんだ。あー、スカースってなんだろう。 B を押しっぱなしにすると自動で使えると。 OKOK、 ここら辺なんか行ってないところありそうなんだよな。左側とかまだあれあるんだよね。どうしよう、戻った方がいいのかな。おっと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 、あっちけお前ら、近いわ。おし、仲間がいるって素晴らしい。どんどん頑張ってもらおう、あの人に。しかし弓は欲しいよね、こちらも。こういう人がいる限り俺が盾になってればいいような気もするけど。はい、痛い。下がりつつ打ってくよ、アンナさん。痛い痛い、予想外、当たんないと思ったのに。アンナさん頑張。あ、アイテムアイテム、ショートスピア。うん、中ぐらいのアタック、あ、スキルを上げないとこの武器を使うことはできない。中ぐらいの長さのスピアとのこと。そうですね、スキルが2ないとダメか。これちょっとずつ入れていろんな武器装備できるようにした方がいいのかな、特化するより。いや、自分脳筋なので基本的には剣を使いたいなっていうのはあるんだけど、アナさんに任せるか。おいおいおい、アナさん、アナさん、ナイスアナさん。スモールモルセル、ああ、あれだよね、HP 回復用の。ちょっと待ってね、アンナさん、ちょっと一旦後ろ下がろうか。アンナさんをあんまり後ろに行かせない方がいいな。あ、キャンプファイヤーやった。よっしゃー、でレベルが上がると、あ、どのアイテムが使えるようになるか書いてある。すごい、これはいい。でもあちらを多分使えるようになる前にこれを1点上げた方がいい。あ、スキルポイントを手に入れた。やはり何レベルか上がると手に入るんだね。どうしよう。ウェルタイムブロック、あ、敵の攻撃をジャストでガードすると敵を一旦スタンさせることができる。シールドバッシュ、あ、これは欲しい。このこうシールドでシールドバッシュができるようになって敵をスタンさせることができるとのこと。うん、あれは欲しいね。ランニングスタブアタック、これもちょっと欲しいけど。デフレクトプロジェクタイル、ああ、弓矢とかを反射するマローフレンジ、これ良くない。アクセサリースロット、これ今のところ必要ないな。よし、とりあえずシールドバッシュで。これですね。あ、いいねいいね。スタミナめちゃくちゃ使うけどこれはいいや。マローを手に入れた。さらに移動スピードも若干上がったよね、101と。 OKOK、とりあえずちゃちゃっと個人的には、よいしょよいしょよいしょ。アンナさん頑張って。ナイスアンナさん、でもちょっと遅かったかな。ここは来たところだよね。あの下のところハテナマークがまだあるんだけど気になるな。あとで絶対戻った方がいい。一回もう一回キャンプファイア行くよ。レベル上げられるので、これでカパシティにもう一個だけ振っとくか。カパシティに念のためもう一個だけ振っていきましょう。アンナさん、もうちょっと進むぜ。おっと、一撃なんだけどね一撃なんだけどダメージを食らってしまうね。そろそろ死亡確定のボス戦があってもいいんですよ。レザーアーマー、あ、アーマーあるのか。主人公序盤つけてなかっただけで。スピードが下がる、スタビリティが上がる、スラッシング VS、 あ、そうか、 10% か。あ、主人公外見ちょっと変わる可愛らしい。スラッシング、ピーシング、クラッシングというダメージのタイプがあります。
ああ、そうですね。敵もいろいろとアーマーをつけているので、武器の種類によってはあんまりダメージが通らないことがあるので、いろいろと試してみましょうと出ていますね。OK。前はダークソウルのノリでいいんだよね。いわゆる。はい。この剣マジ使える。これで、どこ出たの俺。ああ、ここ一周したのか。ちょっと待てよ。なんで主人公は血になってんだ。ああ、そっか。痛い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 。後ろ下がるんだ、下がるんだ、アンナさん。アンナさん、下がって下がって。下がって、アンナさん。ちょっとこっちやばいから、撃ってもらえるとありがたいかな。はい、オッケー。はい。死にかけた。マジ怖い。こっちは行ってないんだよね。アンナさん大丈夫？罠に自分で引っかかって死んだりしない？ちょっと待ってね。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。よし、オッケー。お前はいいよな。お前はいいよな。NPC なんだもんな。わーお！笑えよ、ベジータ。笑えよ。アンナさんも来るのか。よし、オッケー。オッケー。あそこはちょっと辛いかな。あそこはちょっと辛いわ。ダッシュで切りに行ったら何体か倒せるかな。次回あたりで試してみよう。という感じでね、プレイしていこうと思うので、ぜひ、ネズミが死ぬところを皆さんご覧ください。また次回でお会いしましょう。ホビドアでした。